飛場山、洞窟飛場山、洞窟飛場山、洞窟飛場山洞窟は、長野県上田市、越越越飛ば山429にある、洞窟遺跡。各時代にわたる顕著な遺構、遺物を含む、非常に珍しく貴重、重要な遺跡である。名の通り、与田川の北岸、飛場山の裾にある。ページ岩出力岩の路頭に開港し、間口約25メートル、奥行き約15メートル、 高さは、川床から約15メートル。これまで3回発掘調査が行われており、縄文時代、弥生時代、古墳時代、近世と幅広い時代にわたる遺物、遺構が出土している。道内には、古墳時代の敷石遺構、遺物群が見られる。遺構は、淀ガ川の河原石により、平面線形に広がり、ホラオク中央部から岩久支線までぎっしりと敷き詰められている。 遺構は三段に分かれ、三種の埋葬人骨が出土した。その三種の人骨は、石腐面上、石が濃い中に安置された状態を示す類、複数の人骨が集積された状態の類、細かく砕けた、小骨群の三種である。古墳時代の遺物は複装品もあれば、特定の埋葬人骨との関係が不明なものもある。出土した遺物の種類は、弾き、末期、武器、 バグ、工具などの鉄器類、活石製の玉類とガラス製、小玉、琴字型石製品や石釧路、石、洞釧路など、極めて多したようである。1978年1月27日、各時代にわたる顕著な移行、遺物を含む、非常に珍しく貴重、重要な鳥羽山洞窟は、国の史跡に指定された。ABCDE 鳥羽山洞窟から、改変あり、 ありがとうございます。